ウラジミール・イワノフはソレンデ・ニングラード生まれウクライナ国籍のオートバイレーサー。8歳からレーシングカートでのレースを始め、16歳の時にリンレースに転校。2003年2004年にはヤマハユース・フ r ール6を借り、2年連続でロシアスーパースポーツ選手権のチャンピオンとなった。2005年、イワノフはドイツロードレース選手権のスーパースポーツクラスに参戦を、 開始、シリーズランキング12位を記録した。2006年には、スーパースポーツ世界選手権に、フル参戦したが、ノーポイントに終わった。2007年は、WSS とイドムスーパースポーツに、並行参戦し、イドムでは3勝を上げてシリーズ8位を記録したが、WSS ではまたもノーポイントに終わった。2008年は、イドムスーパースポーツのみに参戦、5勝を上げ、 アルネ・トーデに次ぐシリーズ2位となった。2009年はイタリアロードレース選手権スーパースポーツクラスに参戦しシリーズ12位を記録した。2010年はロードレース世界選手権で新たに始まった元2クラスにグレシーニレーシングからトニーエリアスのチームメイトとしてデビュー GP 史上初のウクライナ人ライダーとなった。順次元といえる第8戦ドイツ GP で14位に 入ったのが唯一のポイント獲得となり、年間ランキングは37位に終わった。2011年はスーパースポーツ世界選手権に戻り、ステップレーシングチームでジノリアのチームメイトとして、ホンダ CBR600RR を借ることとなった。ありがとうございます。